おはようございます。なんか声がガサガサですがおはようございます。さっきまでちょっと喋ったんですけど、私のアンダーウェアが映ってたので、もう一回一から喋ります。はい、私の声はまあいつも通りガサガサなんですが、今Japanese Relocation Consultant のインタビューがありました。それは日本人が引っ越してきてオーストラリアに、その時に部屋探したとか、ドライバーズライセンスゲットするのを手伝ったり、バンクアカウントをオープンするのを手伝ったりとか、メディケアをゲットするのを手伝ったりとかっていう仕事のインタビューでした。はい、まあそんな感じで、それは結構良さそうなので、ちょっと楽しみでもあります。はい、まあやってみないと分かんないので、やってみてからだとは思うんです。で、今は12時半ぐらい、12時半ぐらいでご飯をまだ食べていないので、ご飯を作って、で今日夜から仕事なので、6時から仕事に向かいたら、5時ぐらいになったら仕事に向かおうかなと思います。はい、そんな感じで今日の始まりでした。バイバイ。今日はラビオリを作ってます。作ってるっていうか、まあ茹でてるだけなんですが、はい、こんな感じ。はい、やっほー。また今バス待ちなんですけど、今から仕事行くねんけど、バスが来ないですね。なんで来へんの。ただ単に遅れてるだけならいいねんけど、これが次の便とかになったら困んねんな。どんぐらい待つかってマジでさ、わからんくない。なんか先に、でも先に行くことはあるかな。うちここにもう3分前からおんねんけど、まあありそうやな、オーストラリア事情で言えば。やめてほしいわマジで。まあシティに引っ越してからはこんなことがないんでしょうね。とりあえず、まあこのまま待っていきたいと思います。はい、バイバイって言ったところで、今バスが来ました。これですね。はい、今仕事が終わりました。バス停に向かって歩いてます。なんかやっぱいい人が多い職場っていうのがいいですねなんかいくらさ給料が良くても給料が低くても、どっちでもなんか働きやすい環境で働くのが一番だなと思います。やりたいこととかさ、やりたくないこととかいっぱいあると思うけど、でも合うか合わへんかが一番大事な気がします。はい、じゃあそんな感じで今日のブログを終わりたいと思います。かわいい、ここの場見えた。今日は火曜日なので、違う、月曜日なのでちょっと静かめですね。はい、じゃあ帰りながらバスの中で編集をしたいと思います。じゃあバイバーイ。